皆さんこんにちは、アリペイです。これまで6万件以上の留学問い合わせ、そして満足度 95% の留学エージェントのスクールウィズがフィリピン留学に3ヶ月行った場合の留学費用について解説していきます。すでに様々なチャンネルで留学費用について解説されている動画はあると思いますが、今回はその全ての動画を事前に確認した上で2024年最新留学する上で知っておきたい費用情報を全て盛り込みました。今から伝える内容を少しでも知りたいと思う人は絶対損させません。自分が選ぶ部屋の人数によって費用が変わるけど、部屋人数の平均費用を知りたい。学校の費用はなんとなくわかるけど、現地でかかってくる費用や学校以外にかかってくる費用を事前に知りたい。2024年最新のアップデートされた情報を知りたい。大前提、我々スクールウィズはエージェント手数料を一切いただいておりませんので、それを念頭に聞いていただけたらと思います。場合によっては手数料がかかるエージェントもあるので、現在相談中のエージェントにも問い合わせをしてみてください。豪華特典プレゼント中、受け取り方法は概要欄をチェック。まずはじめに今日はこの順番で解説していきます。合計金額発表、学費と料費の内訳、海外送金手数料、現地支払い費用、航空券の費用、海外旅行保険費用、お小遣いについて、お得に賢く留学する方法。それでは早速本編に行ってみましょう。まずもったいぶらずに行きます。3ヶ月留学した場合の総留学費用は115万円です。ただし、これから説明する内訳によって値段が大きく異なります。そこは次の章から解説していきます。それともう一つ大事なことが、フィリピン留学はドル建てでのお支払いになることが多く、その時の為替によって費用も上下してきます。今回解説する動画では1ドルを145円として計算しております。ですが同時にドルでいくらかという数字も出しますので、皆さんが計算するときはそのタイミングでの為替に変換してください。まず学費と寮費の内訳です。今回例に出す学校はセブ島にある EV っていう学校で、語学学校の中でも超人気校です。実際に見ていきましょう。簡単に学校の特徴を説明しますと、特徴1つ目、セブ初のスパルタの語学学校。特徴2つ目、スパルタ環境でも充実した施設でメリハリある留学生活を送れる。特徴3つ目、セブの中でもトップクラスで綺麗な施設。実はトイレットペーパーを流せるんです。もしこの動画を見ているあなたが他の学校を検討してますっていう場合も、その学校の正確な費用などをお伝えできますので、お気軽に概要欄にある LINE リンクからお問い合わせください。では気になる学費と寮費の内訳ですが、778,650円です。プラス入学金の 17,400円。この費用は4人部屋に滞在し、コースは一番人気の ESL クラシックを算出した時のものになります。フィリピンの語学学校は基本的に学費と学生寮がセットになっていて、料金表に記載されています。コースも一般語コースやトイックなどの試験対策コースなどによって値段が変わってきます。またほとんどの語学学校では寮費には食事が含まれています。 EV も同じですね。で、今回は8個まで算出していますが、フィリピン留学で特徴的なマンツーマンレッスン、通常1日6コマから7コマほどが標準で、8コマと増やしていくことで値段が少しずつ上がっていきます。寮費も同じでして、4人部屋から1人部屋までが基本的に選べます。4人部屋だと基本的には同じ部屋にベッドが4つ、もしくは2段ベッドが2つあるような感じで共同生活を送ることになります。必然的に部屋の人数が多くなれば値段は安く、少なくなれば値段は高くなるというような仕組みになっています。ちなみに参考程度に、この学校で部屋の人数を変えた場合、こんな感じに値段が変わります。次に海外送金手数料について、内訳が3000となります。こちらはエージェントに対する手数料ではなくて、日本から海外の学校へお金を送金するときに必ず発生する費用です。つまり個人でお申し込みをしても発生する費用になってます。ただエージェントによって使用する銀行が異なると、送金の費用が変動することがあります。基本的に短期留学でも長期留学でも変動することはない費用になってます。次に現地払い費用について、内訳は104,031円です。いや、めちゃくちゃ細かい。この章は一番忘れがちで誤解しがちな一番大事なパートです。ぜひ耳をかっぽじって聞いてください。学校も決まった、コースも寮も決まって、留学費用もすでに支払ったからもうお金かからないと思っている方は、現地の語学学校についてから、まだ支払いがあるのと驚いてしまう方も少なくないんです。実際にあったケースでは、現地払い費用はだいたい数万円ぐらいですよってエージェントに言われて、いざ学校に着いたら10万円、しかもその場で支払わなければならなかったので、急遽手数料かかるキャッシングをしたり、銀行などで複雑な手続きをして親にお金を送ってもらったという悲しいエピソードもよく聞くんです。
学校の値段はこと細かく説明されている場合も、この現地払い費用について一切言及がない場合は要注意ですね。フィリピン留学の費用は留学前に支払う費用と別に、現地に着いてから支払う現地払い費用というものがあります。あとこちらが日本円やドルではなくてフィリピンペソで、そして現金払いというのも要注意ですね。これからその現地払い費用を細かすぎるぐらい解説していきます。この章もいいよって人は次の章に飛んでください。まず一つ目、 SSP 申請費用6800ペソ、スペシャルスタディパーミットの略で、日本語は特別修学許可証です。まあ、訳など覚えなくていいんですけども、フィリピンで合法的に勉強するための許可証で、留学期間、コース、学校関わらず必ず発生するものになります。で、二つ目、空港送迎費用800ペソ。フィリピン留学はフィリピンの空港に到着時に学校スタッフが空港まで送迎に行きます。その送迎費用が発生するんです。ちなみに初めての方はちょっとでも節約したいからって頼みたくないって方もいるかと思うんですが、あまりおすすめしません。空港は特に観光客を狙った流しのタクシーがいて、法外な額も請求されることもあるんです。次に教材費ですが、3000ペソ。こちらは授業で使用する教科書代ですね。通う期間やコース、そして進捗の度合いによって若干上下します。で、学生 ID 発行費用300ペソ。これも学校によりますが、関係者以外がバンバン校内に入ってくるの大変ですよね。生徒は基本的に ID カードを発行してもらって首にぶら下げます。それによってこの学校に通っているんだという証明になっています。学校によって ID カードがあればお店の割引などの特典を受けることもできます。次に水道光熱費6000ペソ。こちらも驚きかもしれないですが、学校で使用する水道や電気の料金もお支払いする形になっています。水道はウォーターサーバーのお金も含まれていますね。保証金5000ペソ。基本的に卒業するときに返ってくる費用です。なんで払うのと思うかもしれませんが、滞在中に部屋の設備を壊してしまったり、鍵をなくしてしまったなどのトラブルが発生した場合、このデポジットからその費用が引かれるという仕組みになっています。ただ学校によってはエアコンの使用料金をデポジットから引かれてから返金されるということもあるんです。このデポジット金額がそのまま返ってこなくて、あれ少ないなってならないように、その点知っておきましょう。施設利用管理費3600ペソ。最近の語学学校に増えてきたのですが、留学生が共同で使用するジムやプール、フリー Wi-Fi などの使用料金に当たるものです。次に ACR i カード申請費3500ペソ。ACR とは60日以上フィリピンに滞在する全ての外国人が取得を義務付けられている外国人登録書のことです。最後にビザ申請費9530ペソ。日本人がフィリピンに31日以上滞在する場合、現地到着後にビザの更新をしなければいけません。ビザの更新は3ヶ月の留学であれば2度必要となっています。更新費用は1度目が4130ペソ、2度目が5400ペソかかって、更新費は合計2万5000円ほどになっております。とまあ現地払い費用の中身を見るとこんなにも細かく分かれてるんですよね。けど一つ一つ丁寧に見ていくと、確かに必要な費用だなって感じますよね。この現地払い費用を知らないで渡航して急に何十万もよいしょって言われたら衝撃ですけど、渡航前に心構えがあることで留学生活の始まりをスムーズに進めることができます。航空券の費用について内訳は4万5000ほどになっています。今回は現時点で2020年9月から12月の3ヶ月で調べて、かつセブパシフィックの直行便で値段を出しています。航空券の値段は買うタイミング、乗る飛行機、オプション、選ぶ座席や預け入れ荷物、機内食の有無などによっていくらでも変動します。7月、8月や1月、3月などのピークシーズンでなければだいたい4万5000から6万円前後を目安としておきましょう。また費用とは異なるのですが、3ヶ月留学行かれる方はここで要注意です。2024年2月現時点では入国にあたり30日以内にフィリピンから出国する航空券を持ってないといけません。つまり入国から3ヶ月後の帰国の航空券を持っていても入国できないということなんです。じゃあどうしたらいいのかというと、実際の帰国日通りの航空券と合わせて30日以内に他国への航空券の予約が必要になります。その時はフィリピンから一番安い数千程度の航空券を購入して持っておくと良いですね。この航空券は捨てチケットも呼ばれていて、実際には使わない航空券です。ただこのケースだとお金が発生してしまうのですが、購入後24時間以内であれば無料で返金してくれる航空会社もあるようなんです。こちらはご自身でお調べいただくか、エージェントに相談してみてください。またよくある質問で、直行便でセブンに行くのと乗り継いで行くのはどっちが安いのと聞かれるのですが、乗り継ぎの方が結論安いです。
ですが、値段の差も1万円ほどのことが多い上、マニラ乗り継ぎは難易度が比較的高いんです。海外初心者の方は安心して渡航ができる直行便で渡航されることをお勧めします。海外保険費用について内訳は 55,980 円です。海外の保険については詳しく解説する動画もありますので、この動画を見た後にぜひご覧ください。3ヶ月の語学留学でクレジットカードの付帯保険で渡航することも可能です。ただ3ヶ月の海外滞在では何があるかわからないため、病気以外も盗難や紛失など充実している日本の保険会社に入ることが一般的です。今回旅法で最安値プランを算出しています。ちなみに営業や案件ではありません。保険は安心を買うものなので、この値段が高いか安いかはどうか自分だけでは判断せず、周りの大人や留学経験者にしっかりと聞いてみて判断してください。最後にお小遣いについてですね。お小遣いは結論、3ヶ月で15万円ほどが目安となります。留学費用や現地払い費用を除いた通信代や食べ物、アクティビティ、観光などでかかってくる費用になります。一般的には1ヶ月あたり4万円から5万円ほどが目安ですが、もちろんたくさん外出、外食したりすれば費用はその分だけ必要となってきます。日本と比較すると物価の安いフィリピンですが、ショッピングセンターや観光客が集まるエリアでは日本とさほど変わらない料金を設定するお店も少なくありません。観光気分でいるとついついお金を使いすぎてしまうので、計画的な出費は心がけましょう。ただフィリピン留学では基本通学が不要だったり、学校で食事が提供されたりするため使う場面が正直限られています。なので外食などを控えることで費用を抑えることもできるんです。どのように留学生活を過ごしたいかによって金額は異なるので、目的に合わせてお小遣いをその分だけ用意していきましょう。とここまで3ヶ月の留学費用について話してきましたが、最後にお得に賢く留学する方法について解説していきます。留学って数万円で済む話ではないですよね。3ヶ月になると先ほど説明した通り、留学費用だけで70万円以上してしまうのが現実。だからこそ節約できるとこはしっかりしたいっていうのは当たり前の気持ちだと思います。ここではフィリピン留学で留学費を少しでも抑える、そんな方法を3つご紹介します。1つ目、留学期間と授業のコースを減らすこと。コマ数や期間を減らすことでそもそもの留学費用を抑えられます。ただコマ数を減らしたり期間を減らすことは授業時間が少なくなるので、留学の目的を考えた上で検討しましょう。2つ目、日本円または固定レートの語学学校を選ぶ。語学学校には留学費用が日本円とドル建てと学校独自レートの3つのパターンがあります。ドル建てですと円安の影響を大きく受けてしまい、費用が上がってしまう傾向があるんですよね。しかし学校によっては為替の影響を受けない日本円建てであったり、学校独自のレートを指定していたりします。現時点で固定レートを採用しているセブの語学学校は、例えばセブ大規模校の B7 が1ドルなんと120円だったり、イングリッシュフェラでは130円だったり、為替の影響を受けるというところも費用を抑える上で検討したい項目です。3つ目、学校のキャンペーンを使う。時期やタイミングにもよりますが、語学学校は定期的にキャンペーンを実施しています。授業料の割引、入学金が無料、授業のコマ数や滞在先のアップグレードが無料など様々。キャンペーンが実施されるのはハイシーズン以外のことが多いですが、かなり大きい割引も実施されていることもあるため、相談している留学カウンセラーまたは概要欄に LINE からお気軽にお問い合わせください。一人一人にベストな留学体験をJAOS認定の留学カウンセラーがサポート。詳しくは概要欄をチェック。はい、ということで本日はフィリピン留学の3ヶ月の留学費用について解説しました。留学行くのに費用はとても大事、その一方費用を重視すぎたゆえに希望するような留学生活はならず、成果があまり出なかったという声もあるんです。なので大事なのは留学の目的とそれに合った適切な学校選びです。一人で進めることが難しければ、我々は留学の先輩でもあるので、お気軽に概要欄にある LINE リンクからご相談ください。今回の期間は自分に当てはまらなかった、だけど他の留学に役立つ情報も知りたいなっていう方は、通知が来るようにチャンネル登録と隣のベルボタンを押すのを忘れなく。我々留学の扉を運営するスクールウィズは、今まで6万人のお問い合わせから得た経験をもとに、一人一人に合った留学方法をあなたと一緒に考えます。最近よくいただく質問で、留学に行きたい、だけど全く英語を話せないので海外に飛び込むのが怖いという話を聞きます。一つのデータによると、留学前に不安なことの一番がお金、そして次が語学力が足りないということだそうです。
留学経験者も口を揃えて留学前に英語をちゃんと勉強してればよかったと話しているのを聞いたことありませんか？我々は渡航前からあなたの留学への不安を解消するフレー留学という制度を業界初取り入れています。また自分にどんな学校が合っているのか、学校も決まってないけど留学ってどんな感じなのか聞いてみたい。すべて無料でプロのカウンセラーが相談に乗っています。まずはお気軽に概要欄に LINE リンクからお友達追加をしてメッセージしてみてください。今回の動画が役に立ったなと思ったらいいねとコメントを何卒よろしくお願いします。最後まで見てくださりありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アンティオー、ネクタイ、バイバイ。